から佐々木つないだ近藤、そして佐々木、佐々木持っていって右足シュートだクリアボール、高木が落としてゆくとものシュート、ファーサイドこぼれてきたシュートだー、サポーターの前でコーナーキック、ニアサイドヘディング決まりました、積極的なシュートにつなげていきたい、泣き声になれるかというところ、ゆくとものときシュート決めたー、サイドからクロスが入ってくる、クリアしきれないか、まだ打てるか、もう一度打ってきた、シュート決まった、ゴール、次のダイレクトシュートはクロスバー、さあ裏のスペースチクと間、小原のシュートが決まりました、右サイド忽那、中には松坂、ファーサイド決まった、センターで決めた、最後2人が固まっています、ニアサイド松田、すらせた、詰められるか、最後森下詰めました、18番のシン近藤、浮かせて小原だ、奪った、さあ忽那いいスプリントを見せて、クロスが入った、松田遠いサイド、大沢がいた、上げた、ややゴールから離れてシュート、ゴールで放ってきた、おっと弾いてシュート決まった、サビのパスが通った、佐藤、そしてオサイドはない、シンが折り返し、松田、茂木が行きました、佐々木匠海うまいタッチだ、剥がして右足振り抜いた、シュート打っていけるか、小原からいいタイミング抜け出したシン、ダイレクトで入れて近藤のヘディング、矢田、近藤オフサイドはありません、さあ近藤がクロスを入れて佐々木のシュートが決まりました、テイク鈴木がいる、上田のパンチング、こぼれた後横谷のシュートまだあります、田中のシュートを変えてくるというところで小原が持っていきます、そしてここでフリーになる松田が狙ってくる、決まったー、佐々木拓海が左サイドの小原、ここで中に入れてくる、ヘディングシュート決まったー、飛び込んでいきました、先制です、栗山のいい縦パス、佐々木拓海がワンタッチ、そして右サイドは近藤です、さあ近藤折り返して中フリーです、決めていきました、します矢田朝日、そして三原がミドルを狙っていきました、見事にネットを揺らしました、近藤が進出開始、追い抜いていくのは大原、さあ近藤を持っていく、周りを見ながら近藤は自分でシュートを狙った、つながっていく松田、速いボールスルーして茂木が折り返して横谷、小原が沈めた、ここで使います、左足松田に入れるシュートだー、矢田が左足に入れてヘディングのシュートだー、決まったー、あと松田から横谷に出たシュートだー、川茂木決めました、横谷ヒールで落としてレフティーの高木だー、左足で狙う、います。中にボールが入ってくる、いきなり決まった、リングその後近藤が拾う、浮かせた、死んだ、矢田折り返せるか、左足打ってシュート、シュートはありません、近藤から佐々木、いいリズムだ、佐々木が狙う、そして近藤隆史だ、
近藤隆史、左足持ち替えてシュートだ。ディフェンスがある、出した、外れた。いいものがあります。松田のシュートだ。打てない。三原から近藤、繋がった、近藤のシュートだ。スタジオが包んでいます。宮田、振らせた、シュートだ、吉田。吉田のシュート、さあカットイン、切り返す、もう一度切り返して右足でファーに上げる、ヘッド。ここでグランダー、ゴールの正面だ。1点を返しました。もう一度外から中へ、佐藤、クロスボール、ヘディング、同点。前でカットする、代わって入った小川、クロスが入ってくる、シュート。頭で合わせた。から縦パス通った、佐藤、そしてシュート、決めた。試合ぶりの勝利、この一勝に対する思いというのがこの球際の激しさにつながっています。松田から出た、最後決めたのは矢田。そして左足でのクロス、ファーサイド、ヘディングシュート、持っていきました、こぼれ、押し込んでいきました。佐々木匠から足元にうまく入れてというところですが、セカンドボール、矢田のシュートが決まりました。ファーサイドに流れます、近藤隆史です。近藤から松田がスルーして、横谷のシュートが決まりました。